国民体育大会は今年から国民スポーツ大会と名称が変わり、ライフル射撃競技は由布市で今日から始まりました。パリを経てさらに成長する野畑選手、国スポ3連覇に向けてファイナルが始まります。パリオリンピックにも出場した地元出身の野畑美咲は、高校まで練習した地元の射撃場での大会。野畑は10点台前半と安定した射撃で2位を保ち、終盤首位に立ちます。しかし残り2発で富山代表の朝日に逆転され、惜しくも 0.2 点差で2位となりました。アットホームな感じ、雰囲気があってとても打ちやすかったです。恩返しができるように頑張ったんですけど、ちょっと惜しいところでダメだったので、次のミックス競技は1位に残りたいと思います。ライフル競技は今月30日までで、野畑は最終日に成年男子の八ツ川と組んでミックス競技に出場します。